癒しお藤です。僕は読んだ3000冊の本の中から健康に役立つ本をご紹介します。今回は河野義徳著「筋肉よりも骨を使え」です。本書の結論、日本人の体型からは古武術的な体の使い方、つまり筋肉よりも骨をうまく動かす方が体をコントロールでき、パフォーマンスを上げることができる。それでは筋肉と骨の関係について説明します。日本人は筋肉に頼りすぎず、むしろ無駄な筋力を抜いて骨を動かす方が良い。筋力に頼ると外国人に勝てない。日本人と西洋人では筋肉の使い方が違います。骨が動くと筋肉が動く。東洋的な陰陽の視点で考えると、目に見える筋肉は陽、目に見えない骨は陰です。で、目に見えない骨が目に見える筋肉を支えています。筋肉が足りないからプラスしようという考えから、無駄な筋力を減らすという発想が大事です。で、体のパーツは連動しながら動いてます。それでは本番で力を発揮する方法を一つご紹介します。で、このコツは本番前に筋肉の緊張を1回取ります。で、短距離走の桐生選手もやっている方法です。で、手のひら返しです。では行きます。スタート前に手のひらを1回こう開くんですね。そうすると筋肉が緩みます。で、こうやると筋肉は緊張します。はい、緩んで緊張する、緩んで緊張するっていう関係です。で、本番前にあえて一旦緩ませるんですね。で、それから本番すぐ入るわけです。そうすると一番パフォーマンスが良い状態で本番を迎えることができます。そしてもう一つ紹介します。で、重心を安定させて、腹、へその下ですね、腹を作る方法いきます。まず頭の上に5キロほどのですね、重りをイメージします。まあ人間の頭がもう一つあるボーリング玉のようなイメージです。で、これを両手で支えるようにイメージしながら、このボーリング玉をですね、ずっと下に下ろしていきます。お腹の下まで、ぐーっとへその下まで下ろしていきます。で、へその下まで来ると腹に落ちた、まあ、腑に落ちるってことですね。腹が決まります。お腹が決まりますということです。では、補足します。で、スポーツと武術の違いについてですけども、スポーツは勝ち負け。で、武術の世界はいかに極めるか、いかに生き残るかが問われます。そこが違います。それではまとめます。無駄な力、つまり筋力を使わずに最大限の効果を引き出す。これがポイントです。パフォーマンスを上げるポイントです。これには日本古来の武術の身体操法、武術のみならずスポーツ、体の動き、これはヒントがたくさんあります。で、その武術のヒントを使うことによって身体感覚を磨くことができます。皆さんもぜひ参考にしてみてください。ではまた。バイバイ。